止め寄る別村は、北海道根室振興局国後郡に属する村。国後島の東半分を占める。エトロフ島の流別村、シャナ村に次ぎ、日本国内で3番目に大きな面積を持つ村である。ただし、2021年現在止め寄る別村を含む、北方領土に、日本の死政権は、及んでおらず、法律上のみ存在する村となっている。現在は、 村内すべての集落が廃村となり、ロシアが設置した国立公園の管理官以外は無人の地帯になっている。当該地域の領有権に関する詳細は、千島列島及び北方領土問題の項目を、現状に関しては、サハリン州南クリル管区の項目を参照のこと。アトイア岬底帆井川川口部の底帆の滝、ルヨ別という地名の起源は、アイヌ語地名の ルヨペである。ゆっくり発音すると、ルヨペであるが、和洋の部分が連音化して、よとなったため、ルヨペと言い習わされ、それに漢字が当てられて、止め寄る別になったと考えられる。河原に、アイヌの人々が、砥石として用いた、溶血業海岸あたりのつぶてが散在していたことから、命名。血のみ集落墓地跡で、壊され、打ち捨てられた、日本人の破壊し、 1941年に建留されたもの、根室、千島歴史人名辞典による、留めよる別村村西洋欄、ありがとうございます。